こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2015年の3月の25日の、水曜日ですね。最近特に思うことなんですけど、うちではヘアサロンをやってるんで、集客っていうのはすごい大切なことなんですけど、集客っていうのは、集客だけじゃないですけどね、人生もそうやし、何かの疑問があれば、大事な疑問があれば、疑問あることもそうなんですけど、質問がすごい大切だと思うんですよ。例えば、集客に関してでしたら、どうすればお客さん、どうすれば売り上げ上がるんだろうっていう質問があるじゃないですか。どうしたら売り上げ上がるんだろうっていう質問ありますよね。そういう質問がちょっとまずいんですよね。なぜかというと、どうして売り上げ上がるんだろうっていう考えると、その要は質問自体は細かくないから、分かり、そのヒントが出てこないんですよ。もっと例えば細分化するために、細分化した方がいいんですね。例えば、売り上げ上げる方法は、単純に言うたら、新規客を増やすとか、再来店率、リピートの回数を増やすとか、あとキャンプ単価を上げるっていうに3つぐらいに分かれるじゃないですか。その中でもまた例えば月、3人集客するためにはどうすればいいかっていう質問に変えるんですよ。だから具体的な質問になると、どうすればいいかっていうのを、それをもっと細かく考えないとダメなんですけどね。より細かく考えれば考えるほど、その今何をすべきかっていうヒントをもらえるんですね。なので、集客も人生もそうなんですけど、いかに正しい質問を見つけるかっていうのがすごい最近は大切かなと思いますね。で、言葉の正しさとかもですね、それちょっとややこしいんであれなんですけど、いかに自分で正しい質問を、要は細かく、ヒントが得られるように細かく自分に質問するってことが大切だと思いますね。以上です。竹野一人朝礼ですか。昨日は、集客戦略の見直し、ブログを3つ作るしかできなかったですね。で、今日すべきことは、リストールの改善 と、ブログを3つ作る、2つ折り名刺の作成、小規模ヘアサロンの集客のブログの下書きで、ターゲットブログのブログの下書きをしたいと思います。以上、竹野一人朝礼でした。